皆さんこんにちは、代表の務めをさせていただいております、河合誠二と申します。まずですね、例年ですね、10月に行うことがね多かったんですが、コロナの関係でね、延期ということでね、今日になってしまいました。こうして、オンラインではありますけれども短歌大会を、催すことができて本当にありがたいなというふうに思いました。で、今日は講師の長澤千鶴先生についてね、ご紹介をいたしたいと思います。石本隆一さんというね偉大な歌人の方がいらっしゃったんですが、その方の主催する表現と氷の腹って書くんですかね、表現という会がありましてね、そちらの方に、長澤先生もね、属しておられました。でそれが平成18年よりですね、表現の氷の腹の代表に、先生がねお前になりまして、今日までずっと続けていらっしゃいます。8月にですね歌詞プリズムっていうものを創刊してね、ご承知のようにそこの、会の主催をしていらっしゃいます。日本歌人クラブっていうのがあるんです。私も所属しておりますけどね、そちらの方で、平成21年の5月からですね令和2年の5月まで3期9年間のね長い間日本歌人クラブの中央幹事を長澤先生は務められました。そして、NHK 学園講師とか朝日カルチャーセンターの講師とかね、相当方の選者とかね、その他いろいろとしていらっしゃいます。皆さんこんにちは。今河合先生からご紹介いただきました長澤知事と申します。優勝者発表。天帝の歯切れのような土地ありて聖鷹の子のシャレた家だ。ここでの肉目のね歯切れのようなっていうところを今回中心にお話したいと思います。こういうとても女性らしい視点が一種の中で効果を発していたと思います。この歯切れというのはここで単なる照れっぱしっていうような意味で使われている歯切れではなくって土地なんですけれども無駄にせずに巧みに有効利用しているっていうことへの賛歎の気持ちが込められていると思いました。そしてそれに加えて近年の設計と建築の技術の高さへの驚きとが相乗効果を発して一種の魅力になっているお歌だなと思いました。でこういった歯切れといった比喩の選択に作品の背景である日頃の丁寧な暮らしぶりとかそういったものまで反映してくるのだな。作者は何気なく使った歯切れかもしれないけれどこういう形で提出されてみるとそういう細やかな丁寧な暮らしぶりまでも見えてきてしみじみとした味わいがあるなと思いました。あれという小宇宙の綾からはやぶさ2は再スタートする。小惑星探査機はやぶさ2が、小惑星リュウグウから砂の入ったカプセルを地球に届けて自分自身探査機本体は帰ってこなかったんですね。でそれを落として新たな探査の旅に出ている出発したわけなんですが、それにあやかって作者も何か飛躍しようと決意している。そこがとっても新鮮でした。でそれと自らを小宇宙考えてみれば人間一人一人の体内の脳から足の先まで含めて極めて不可思議に満ちた素晴らしいものなんですよね。それを小宇宙と捉えたっていうところも素晴らしい。これすごく突飛っていうよりはそういう捉え方もされているわけですね。
そういうところと小惑星探査機はやぶさ2が、この時代にこういう仕事をしたっていうところを結びつけて一緒になさっているところが、とてもその時代との時代の雰囲気というようなものをキャッチしている。そこがセンスの良さと、ウィットが感じられるところです。開けた時、いつも明るい冷蔵庫、無理はしないで、泣く時は泣ける。その最初にこうバーッと皆様の投稿歌を見た時は、ちょっと見逃したんですね、実はね。でも、しみじみ考えてみたら、これは単なる冷蔵庫を言っている歌ではない、ないってことに気づいて、そしてとても心に響いてきたんですね。ただ最初にパッと見逃しちゃったっていうのはどこかなっていうと、冷蔵庫と上の句でが冷蔵庫で終わってますね。それで下の句が無理はしないとから始まるんですが、ひとまず開けることによってそこに読者は一呼吸もらうわけです。そうすると、これは何かここに作者は意図して開けている、単なる冷蔵庫の比喩として下の句が用意されてるんではないなって、読者の側に準備、心の準備を与えるわけですね。この冷蔵庫に例えられた人がいつもその誰かの役に立つことを考えていた人なんだなという、そういう時、そういう意味の冷蔵庫そのものがそういうものですからね。だからそういう比喩のもとに歌われているその人はいつも人のために頑張っている人、誰かそういう人を応援しようっていう作者のね、その見えないところに目取りをできる作者の人柄のようなものも感じて、一緒からいろいろなことを受け止めることができました。3と7、好きな数字を、でも今は37度が危険な太陽。下の句へどういう展開があるのかなって期待しましたら、コロナ禍で気をつけなければいけない体温のことだったっていう、この意外性にすごく惹かれました。そういうところから歌を入っていった作者のその心のありようが面白いなと思いました。それでメッセージもすごく伝わってきますよね。偉いなと思いますね。大人が標語みたいに言うよりも、こういう形で提示されたら、あ、そうだねって言いたくなりますね。で、この一首のいいところは、その区切れ、歌の区切れについてちゃんとなんとなく心得てらっしゃるのが、もちろんそんなテクニック的には考えてないんでしょうが、二区切れなんですよね。3と7、好きな数字よって言われたら、何って思いますね。そうやって引きつけといて、ちょっと小休止を置いて、でも今のっていうんですね。で、37度は危険な体温、一番大事なところに引っ張っていくわけで、こういう言葉の構成上の、テクニックじゃなく言えちゃったんですよね。そこがすごいなと思いました。ちぎれ雲、どこまで行くのか我が思い、乗せて流れよふるさとにまで。皆さんの歌と紛れてると、こちらはふるさとにまでっていうのは日本のどこだろうぐらいに思ってましたが、作者がどなたかは分かりませんから、それで具体的なハワイ在住の方っていうのが分かったところで申し上げると、ここ故郷を日本へって結婚しても結婚を据えられてもよかったかなと思いました。雲に心を託すというのは古典的な手法ですが、でもその古典的なだけに人の心にとても訴えてくるものがあります。そういう意味でちぎれ雲もどこまで行くのかなんてとてもいいフレーズで入られたなと思いました。それでせっかくハワイから投稿をなさるのですから、もう少しご自分をアピールしてよかったかなと思います。自分がどこから発信してるっていう
対する波の音のみ。こちらはそのワイキキという地名を生かして歌われていて、で本来ならリゾート地として大変なにぎわいを見せているはずの海岸を描写して波の音のみで収められたところ、なかなか能力量のある方だなと思いました。ただ2句目です。人影絶えしの死ですが、まだコロナ禍を収まってないわけですから、耐えたるですね。人影耐えたるワイキキ。それからワイキキって言っても街も入るし、いろいろ広範囲になるから、これは下の句に伝えるためにはワイキキビーチってなさったら、もっとその下の句が締まったかなと思います。そこがちょっと残念だったな。それから人影大使って過去形、これ木の、過去の助動詞木の連体形詞なんですが、現在形には使わないですよね。使わない方がいいです。使うことによって一生弱れてしまう詞ってね、過去のことなんだから、今この瞬間に強いのが短歌です。だから過去のことですよって言ってしまったら少し弱まるわけです。だからそういうところは人対心の死は残念だったなと思うんですね。まだ収まってないんですよね、コロナがね。そういうことに気をつけていただきます。